そんな脱がんで下は着といて。あー待って、くそ、これ見ろって。手にかけとるって。はい、終わりました。最悪です。衣服についたら取れないって書いて、取れないって書いて。あらら、ギャオケジかも。手見て、やばいって、これゴルゴルの実やん。ゴールの時のゾロみたいなとるやん。手洗います。変質者やん。上来あれだって。ダダダカイトです。これです。まあ今ここは僕がと言いますと、まあ、愛知県は川崎市に来ております。有名な東海オンエアさんがいる場所ですよ。まあ、今回その東海オンエアさんの動画でよく紹介されている満腹屋に僕たち今食べてきたわけですよね。食べました。まあ、今お腹いっぱいになって美味しかったです、すごい。ただそこでちょっと僕たち企画やろうと思って。もうこれ見てわかるよ、ね。うん、これ見てわかるでしょ。何をおっしゃるか。よし、行こう。今小林の髪の毛はですね、ちょっとわかりづらいけど金髪なんですよ。こうスプレーで金にしたんですね。これ何やるかというとですね、小林はここでフードをかぶせます、こういう風に。まあ、そうすると、そうすると徹夜になるわけですよ。徹夜になりますね。はい、これで満腹屋の外から歩いてきた時に俺たちが、うっ、本物じゃねみたいな感じの雰囲気を出しとけば、そしたらもう周りの人間も本物だ本物だ、わーって なるわけです。最後にどうやってネタバレするんだっけ。これでいきます、これでいきます。皆さんはですね、そう雰囲気に飲まれてほしいんですよね。正直これ哲也さんに似てないんで、雰囲気、俺たちが作る雰囲気に飲まれてほしい。俺も写真撮ったりとか、もう本当にファンですファンですみたいな感じで行くんで、それで最後の最後にみんなに、いやちげえよっていうのを。いや並んどるお客さんはさ、俺をちゃんと認識する前に絶対勘違いするもんね。まあね、ということで今から満腹屋に行って、まあちょっとその企画を撮っていきたいと思います。まあ、行列ができてると思うので、東海さんこれ見たら、褒めてください。頑張ります。よう、うん、俺エヴァみたいなとらん、これ約束でネバーランドで腐ってコメントくるでしょ。ちょっとこれ選手権やろう。これ渡る選手権。あっぶれよ、連座したんだけど覚えてる。ヒロキ選手、クッチョがすっごい光ってる。表情変える先が可愛い。この重い人間を乗せて、やばい、今めきっていった。え、春日みたいなとるみたいな。綺麗すぎん方が。歩いてくるね。いいよ。あ、哲也さん。はい、哲也です。小林。いや、雰囲気でいける、雰囲気でいく、雰囲気でいこう。みんな見といて。大丈夫？最後からどうやってネタバレするんだっけ？誰？誰誰？誰だったの今？俺たちが一番恥ずかしい。何？帰ろっか。大失敗した。終わりました。こんなにそんなに入念に準備して不審者が来て逃げてる。失敗すぎて笑う。俺たちの吐け方上手だったよ。でもじゃあ俺ね、なんか自分が思ってるより小さい声しか出せんかったんで、いや途中までぽかったんだって。めっちゃ俺ら5前ぐらいの人たちはさ、ええみたいなこと言っとったからさ、ちょっと振り向いとったけど、ね、ちょっと俺らの隣の女の子とかは、そう、小林がなんかネタバレしした時見とったけど、うわこれやらかしたわ。ちょっとなんかちょっとリベンジして、これマジでやらかした。普通に大事故でした。まあ、ちょっと一回小林と合流しよう。ちょっと溝が縦取っちゃってさ、やばい、やばいかもしれない。声が小さい、お前電話の。そう、めっちゃ声が大きい。何も聞こえなかった。車がね、だいぶうるさかったんだよね。海中、えって言ってよ。あ、そうそう、これならバレ、絶対バレ。これでいこう。完璧、完璧。あ、落とさだねえよ。
ナ行ったのよ。もしもし。よう。またサウナ行ったのよ。イメハル。イメハルどこに行ったの？マジか。え？マジか。え？芝居どこにあんの？マジか。わかったわかった、オッケー。わかったわかった、オッケー。なんでこっち来るのお前。見とったよ俺のこと。俺あこれ行ったわと思った。見とる見とるでだと思う。最後気持ちよかったでしょ。走り抜ける気持ちよかった。まあ検証だからね。あと何が起きたか分かった。流線寺行こうか。流線寺これ流してきます。お前は這い出せ。はい、お疲れ様でした。ありがとうね。